136のあたり、やばいんですよ。あれあれ、あ、戻ってる。抜けたっぽいな今。あー離した。うん離したっぽいな。あー軽い。軽い。あー取られたか。さない。切られてる？切られてる。あいいよ。魚一匹釣るのって、甘くないっすね。きついな結構な。せーの。乗った？乗ったか、乗ってる乗ってる乗ってる。おお、なんでしょうか、来たか、魚拓サイズ。あまんか、なんでしょうか、うめか。おお、見えた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 。怖い、目の前に来たぞ。あ、来てる。おお、なんか来てる。なんだなんださ、なんですかあなたは。うわー、おお、この子は誰だ、なんだこれは。おお、なんだ。うわ、サーメン、サメだ。わお、またサメ来そう。切れた切れた。ここにもサメ来るんだ、やば。ちっちゃいサメだ。あ、ちっちゃいけどこいつは本当に歯すごいんすよね、うん、すごい。切り寄った、歯も切られたね。糸もまたずっとずっとなってるで、うん、この子は逃がすか。はい、そうだね。よいしょ、ありがとう。行ったすごいっすね。やれば来るの。サメ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 、ほぼサメじゃん、打ち込みの今のこのあたり。つらいな、なかなかそう。いるそうなのにやる、そうなのにな。しかも今日闇夜なのに、うん、そればかりは俺たちが魚は選べないっすからね。確かにな。サメレスポーっすね。朝になっちゃったよ。朝になりました。ここからっすね、はい、潮止まりになります。回収して、はい、一旦撤収ですね。はい、戻ります。はい、失礼します。クジャクの鳴き声とともに朝を迎えたんですけど、うん、クジャクってどうやって鳴ったの。おい、あ、じゃない、待って、クジャクどうだっけ。なんかさっき鳴いてたんだよね。おはようございます。おはようございます。3日目ですね。3日目、今時間は、1時半ですね。1時半、昼の1時半でですね、はい、ちょっと黒島ご飯屋さん、はい、あるかなって調べたところ、こちら運動屋、はい、運動屋さん、はい、運動屋、まさかここでスポーツするのかなと思ったら、蕎麦屋さん、沖縄蕎麦屋さんですよね。運動屋さん、ちょっと寄ってみますか。はい、出揃いました。美味しそうだね。美味しそう。同じ。どれも美味しそう。朝そば。これが朝っすね。緑の海藻が。これ海藻ね。油脂豆腐も入れて最高っすね。うん、こっちも豪華ですね。いただきます。朝っぽい。美味しい？あれ朝最高。うん。明らかに。うん。美味しい。外食最高。外食最高。秋がスペシャル。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったっす。ボリューミーだった。かなりボリューミーですね。大満足ですね。大満足。久々に、うん、お腹いっぱいだったな、うん、いや昼寝してもらってきたな。寝癖なのに寝癖いっぱいついてる。全寝あるんで寝癖なの。寝癖帽子かぶって拡散でかい、うん、よっしゃ、じゃあちょっとじゃあポイント探しに行くか。はい、うん、はいはい、皆さん見てください。土砂降りである。雨降りすぎて、これは蕎麦屋さんから抜けられない。やばいね。やばいである、ただの。魚も釣れてないですね。魚も釣れてない。すごい、かき氷食いたくなってきた。食レポ行くか。やばいね。やばいよね。あれびっくりしたけど、もうこれ尺伸ばすためにかき氷食うしかないんじゃないこれ。サメやるまでひたすら食うっていう。ラッキーだね。割れた。割れましたね。割れました。はい、本日のポイントこちらですね。前回と一緒。なぜならば今回天気が悪いんですよ。一見晴れてるんですけど、あの周り雨雲だらけらしくて、いつ降ってもいいように、あの避難場所は確保できるようなポイントでやってます。そうですね。超絶そうなんですけど、はい、明後日台風来ます。もっと天気悪くなります。まあ今時間的にもう6時回ってるんですね。あの雨ちょっと止むの待ってたらもう6時過ぎちゃって、
もうすぐ暗くなっちゃうので、うん、今のうちに、打ち込みの餌を用意しないといけないので、とりあえずもう魚を釣りましょう。小魚でもいいので、はい、先頭じゃあ胴釣りで、はい、ちょっとやっていきたいと思います。はい、で早速巻き餌を巻いて、魚いるかで、際攻めと、ここで止めれないの当たってますからね、ひっちゃんさん、現にひっちゃん、ヒットヒッちゃん、ヒットでしょうか。何これ、お、まあ、何これ口なじ、お、いいサイズ口なじじゃん、はい、こちら、あ、餌にいいじゃん、これこれいいサイズじゃん、ゲット、しかもブクブクあります。3日目の最初の魚、口なじさんでした。素晴らしい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。まだ笑えよ。おー、来た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 、おー、来たー、来ました、来たのはなんだ、山飛び、山飛び、違います、ビタロウかな、これこちらね、ビータロウです。はい、これも餌でキープします。どうどう、めっちゃ爆風、めっちゃ爆風、風で空調服が、のファンが回るっていう風で回るっていうねすごいな。来た来た来た、さあ、ママヒット、なんでしょうか、上がったなんでしょう、魚が寄ってこない風で、風で寄ってこない、あっちに吹いてるんですよ。うわ、やばやべえのがいるぞ、瞬殺瞬殺、瞬殺だった、瞬殺マン、こっちこっち、まあ、そう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 、そう、今、今いたぞ、今いたぞ、瞬殺マンがいるビビッ、ビビった名前面白いな、説明しよう、瞬殺マンとは来た来た、でかいでかい、なんだこいつ、見たことないかも、せっちゃんヒット、うわ、めっちゃ曲がってる、さあ、バンバンが弾を用意した、マジで、これさあ、なんだ、マジか、マクブじゃない、マクブに似てるけど違う、なんか模様が、マクブの稚魚じゃない、これかもしれんな、サンサンの子の切ったやつ、うん、これこちら、変わってる、このマクブ、面白い形、そのマクブか、本当に、ね、ありがとうね、マクブちゃん、よかった、ハルさん、そのままこれちょうだい、いや、ひっちゃん、すごかったね、すごいな、マクブな、めっちゃ曲がりよったね、あいつだったのかな、犯人は、僕もあのさっきあれなんですよ、胴突きられたんですよ、速攻で、瞬殺で一瞬、もしかしたらそれかもしれない、ハルさん、いっそ頑張れ、頑張れ、さあ、上がってきたのはなんだなんだ、出ました、タマン王子、サイズアップ、あ、じゃない、ウメナガワだ、ウメナガワが釣れました、すごい、笛吹き系と、うん、こっち打ち込み本当はヤバいんじゃないね、おめでとうございます、今日ヤバい、ヤバい、336さんがまた禁断の言葉を言ってしまった、2日連続、ここ、ここの島ヤバいかもしれん、それ言った時、はい、タマン島で、ここはタマン島、じゃあちょっとその言葉に期待をして今日は頑張りたいと思います。めっちゃ走る、くぐってくぐって、はい、くぐって、行け行け、ハルさん行った、頑張れハルさん、やば、でかっ、 OK、弾任せる、頑張れ頑張れ、竿立てて、あ、黒いなんか見えてきた、トカジャーだ、え、ハルさんもう浮き当たってる、ね、当たってるね、ストップ、
おめでとうございます。めっちゃ走った。ナイス、おめでとうございます。アルさん、おめでとうございます。でかい、これだ。三三六の切ったやつこいつかもしれん。これだ。ナイスとかじゃん。オーバーが良かった。めっちゃ引いた、やば。めっちゃ引いた。おめでとうございます。よっしゃー、すごい。ハルさん、おめでとうございます。いい魚釣った。最高最高、これ最高だな。最高最高。でかっ、でかっ、でかいね。ドゥブドゥ、でかい。よく釣ったな。多分ここのボス、ブッドゥブッドゥですよ、これ。すごいな。ナイス、でかい。おめでとうございます。これ魚拓さんじゃん、2丁は。2丁でかいよ、候補。30、あ、超えてるよな。超えてると思う。40センチ近いんじゃないですか、これ。おめでとうございます。おめでとう。ありがとう。しゃあ、釣れた。やったね。トカジャーです。トカジャーさん来ましたね。さあ、取れてる。おめでとう。こいつすごいやつ走るな。じゃあ、ひっちゃん打ち込みですね。はい、こちら。はいよ、餌はミニタマン。行くぜ。ミニタマン、先ほど釣ったタマンですね。行っちゃえ。直せ。うじゃあ、行った。行きましたね。しかも風向き的に追い風なんで、結構奥まで飛ばしました。ピトゥーン立てて。シーロ、一番深いところ、船が通るところ。でも船は通らないんでね。うんうん、魚の通り道になってる。船の通り道から。やらタマンセンサーつけて待ちます。バンバンババン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 。空にある何かを受けたな。でかいの釣れれ。おっしゃー、釣れた。でかいでかいでかい、バンバンヒット。結構引くよ。お、なんだ違う。切られた？外れた。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 切られてる。切られてる。わお。ここにかかった。ここにどうだったな。ああ。外れ？切れた？切れた。切れた。オーマイガー。ちょっと大きかったかも。ね、結構いい方ね。いい方でした。残念。それがあるから、うん、釣りはやめられない。やめさせない。俺もやめさせない。で、バンバンがヒットしたら、プチッと行くから遊びで、やめさせない。それもいいことっす。やめさせない。あっ。あ、風速ね、8メーター。あー、やばいな。8メーターですよ、この風速は。めっちゃ強いな。なびくね。なびきますよ。さあ。今回のご飯、ご飯はご飯はい、あ、タンペシ。おにぎりだ、やったー。おにぎりと、でこれなんだ、お、スープ、ヤシガニ汁らしいです。やば、はい、ヤシガニ食えるんだ。ヤシガニ汁っすね。いやー、うまそう。はい、ヤシガニ汁ってあるんだね、はい、マジか、初めて見た。 ね、民宿で焼きヤシガニ汁食べれるところ、いただきます。はい、うめぇ。濃い、めちゃくちゃ濃い。美味しいね。ああ、風がや。半分。半分。どうですか、マジ。濃厚すぎだろ、これ。普通のカニ汁より濃い。濃い。濃い。すごいね。めっちゃ濃い。そう曲がればどんだけ美味しいんだろう。今日こそはできたんですよね。トカジはサイズどのくらいだったの？35センチぐらい。おお、いいサイズですね。でかかった。でバンバン今切られた。切られた。切られた、チャンスだね。今日はやったもんね、ハサミで、うん、じゃあもう食べたらやってきますか。じゃあ、はい、はい、じゃあどんどん食べていきます。カニ一頭、一瞬っすね。釣れたのは、またしてもタマンです。タマン島だろ、これ。完全にタマンばっかりだ。真っ暗ですけど、メンタマンっすね。あ、いいや、これが釣れたってことはもう夜の魚に切り替わる、ね、いいですね。これレントゲンなんですよ。ちょっとライト見せようか、一回。こちらっすね、タマンちゃん。バンバンはタマン。これもちょっと餌になるから入れてみましょう。ミンタマ、ミンタマですね。
これ透き通ってて骨まで見えるからレントゲンとか言われたりしますね。うん、水玉でこれも餌に持っていてます。はいはい、ハロキー打ち込みですね。打ち込み半身、まあ、これでも全然泳がせじゃなくても、うん、この切り身だけでも大きいの釣れますからね。うん、一口サイズですからこれ。人間でいうとこの主食粉主食粉手軽に食いやすいっていう。爪楊枝を刺されてね、うん、はいみたいな、はいって、はいって次食っちゃうよ。もう爪楊枝こうやってやられてる状態だから、うん、それは食うしょっつって。食うだろうな。どうぞお願いします。あーめっちゃ飛んだ。テイテイ今、投げ終わりました。あ、投げた。はいはい、僕もこれ22号、クイーンさんの22号、ね、あ、一緒。あまりにも早くて映像に映ってなかった。はい、ちょっと投げるのが早すぎましたね。早送りちょっと投げて、おや鈴だったね。なりましたね。そろそろはやっぱタマンセンサーよりもやっぱ鈴派なんだ。鈴派ですね、うん、まあ昔からの名残ですね。確かに鈴はいいですね。合唱コンクールでもタンバリン使ってたからな。タンバリン学院一人だけ一人だけね。餌はミンタマっすね。あ、ミンタマ、あ、一匹だけレッドゲン。で、餌見てくださいこれ。頑張って増やしました。おー増えてる。我々のストック、はい、すごい頑張って増やした。やばー、ちょっと今日めっちゃ真っ赤で胴付きでね、あの目玉とか、あとあの赤いやつ赤い湯。あ、一等台これ危ないからね、トゲがあって一等台綺麗だね。トガレエビスみたいな、うん、これけどなんかみたい、うん、あのこうちゃんがたまんとかこれいいよって言ってた。へ、うん、そうだね、うん、手返するとこうちゃんもじゃあ使っちゃいますか。そうですね。いや、チャンスはねまだまだありますね。はい、はい、ちょっと4本出しました。これで待ちます。はい、待ちます。はい、ちょっと今回収っすね。よいしょ。うっ、背掛け、うわ、背掛けした瞬間半分持ってかれてる。半分やられてる。あとあと少しだったね。あと3センチ後ろにずれてたら飛んだ化け物が当たってる。やばっ。でもこれ歯型でわかるか、サメか GT か。これも 100% 100%ボン。これサメ、サメがよくやる形。これちくしょう、サメか。じゃあちょっと餌買います。はい、悔しいぜ。サメボーイすごいな。俺もちょっと回収するか。これ釣れないよ、ワンちゃん。おっと、3363のラインが異常なほど曲がってます。さあ、何が食ってる？見ちゃっていいですか？お願いします。お？あ、来た、来た。あらー、うーわ、ザラ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 の針がない。見て、俺のミンタマがやられた。ミンタマハンターがいるの、ここ。で、今触った感じ、めちゃくちゃザラついてるね。めっちゃザラついてる。これはサメですね。しかしたらそうかもしれない。サメですね、間違いない。マジか、悔しい。悔しい。悔しいか。それをバネにまた頑張りましょう。切られた、切られた。サーメイが GT じゃないですか。サーメイがパークですね。ちょっと僕のも見てもらっていいですか。うん、うわぁ、かわしかない。やば、ハールさんの食うやつがうまいのがいる。綺麗に美食家がいるな。美食家いますね。めっちゃ綺麗に食われてる。とことんかは嫌いになったはずね。だからよ、結構飛んだね。やっと雨が止んだし、こっから勝負だ。勝負だぞ。ところどころで雨降るから大変。怖いっすよね。今晴れてるじゃないですか、はい、さっきめっちゃ大雨降って一旦避難したところから、はい、だからあれですね、今回も天候との勝負ですね。ここだから。そうっすね、天候とあとサメ、この2つをかわせれば魚が来てほしいですけどね。うん、はい、じゃあ待ちたいと思います。はい、あれからね、釣りに粘ったんですけど、朝の5時です。はい、釣り終了っすね。はい、あ、終了です。この後あの大雨来るそうです。で、朝の8時半、あと3時間半か、はい、まだに片付けないといけないんで、もう今でね、片付けましょう、はい、で、宿の方にある道具や、うん、服などもいっぱいあるんでね、ちょっともうまとめて、はい、帰りたいと思いますか。は
はい、じゃあお片付けします。はい、します。はい、あれから片付けて、で今石垣空港にいます。はい、でですね、みんな思い出のある一匹釣ったんで、で帰ってから魚拓やろうと思います。はい、事務所で会いましょう。はい、戻ります。バイバイ。はい、黒島から戻ってきました。戻ってきました。はい、さんの事務所ですね。はい、ということで早速魚拓、はい、はい、作っていきましょう。そうですね。はい、ということですね、バンバンが釣った、ダツですね。今ぬめり取ってます。ぬめり取りですね。はい、すごいね。まさか魚拓ダツを魚拓する日が来るとはね、うん、思ってもなかったっすね、うん、目がハートに見える。あ、ほんとだ、ハートに見える。ハートダツ、ロマンティックだね。じゃあ早速行きましょう。ちょっと細かいところ行こうね。はい、やっぱ思い出深。本当か。はい、これは深瀬で釣ったんだよね。これ深瀬やりとり思い出すか。思い出す。結構引き強かったんだよね。深瀬だったらめっちゃ引き強いんじゃん。ああ、確かに深瀬か。よく切れんかったね。やば、かっこいいのできそう今回。強そうだな。なんか反ってるところがいいよ。うん、見て、全部、あ、虫歯。おはぐろ。いきますよ。はい、はい、塗りました。で、ここから、ここまで貼ってね、貼ってね、ずっと貼ってね。はい、俺も貼るから。どうすればいい？俺こうすればいい？うん、あれで、ペーパーとかでやるんだよ。お、いいね。あ、墨が染み込んできました。こちらもっとゆっくりやってね、あの、歯の部分。いきます。はい。優しく。くるって待ったもんね、方がいいのかな。逆。書いていきたいと思います。お願いします。一応ダツの目、うんうんうん、ハートっぽいよな。めっちゃハートやん。ハートやんけ。プリクラで使われるハートじゃん。加工してるやんこの目。あれ？俺の心がいいからかな。普通に丸描いてたんだけど。これも。バンバンの思い出の力だからね、今日は。メモリアルフィッシュ。釣果は微妙かもしれないけど、あの黒島で脱釣るってすごいよ、うん、バンバン。全然嬉しくない。バンバン求めてたもんな。求めてた魚っしょ、今回。ちなみに、うん、これバンバンが釣って、俺が速攻泳がせたんですよ。でもここに穴開いてる。穴開いてたらバンバン。ここ張り刺さってた。いいじゃん。いいじゃん。おい。ちなみに、餌は何だった？あ、餌、餌はオキアミ。あ、じゃあもう変えた方がいいな。オキアミも。オキアミか、オッケー。おお、なるほど。上手上手上手。オキアミ怖い。あ、上手上手。あ、針ついてる。あ、針かかってる。あ、いいね。うん、おおおお、全誘導、全誘導。これ、ハレソ何個？これ4個。3ライン4個だった。3ライン4個。トルネードだったコング。あ、コングだ。 3ライン、コング4個。ダツの名前書かないんだもん。確かに。一番大事なの書いてない。これそうですね、完璧です。でも大きさも測った方がいいな。あ、なるほど、ここで測れる。現場監督さん、70? 70? 1だ。71ですね。けどちょっと滲んでるから70だな。71でした。71で、じゃあそれもこっちに書こうかな。じゃあ、うん、71cm できましたね。いやー、リアルリアル、うん、リアルだね、うん、完璧。なんだね、仕掛けまで書いてるからね。腐れかけのオキアミ。腐ったオキアミである。はい、続きましてヒッチャーさんが釣ったこちら、ハモ。ハモすごいね、初めて釣った。じゃあこれは正直嬉しい、うん、別に狙ってはいないんだけど、初めて釣れる魚ってめっちゃ嬉しいんですよ。で、普通にこれで取ろうか、こうこれおかしいですよね。むずくね。こう、ドクロ、ドクロ、何もかもチャレンジっすね。うん、そこものだから。じゃあこんなしようね。はい、この形みんながこれやろうって言うから。言ってない、俺しか言ってないっていう。オッケー、これでいこうか。楽しみだな。そうだね。どうなるだろう、うん、
うますぎました。うまくできたじゃん。みんなで考えたからな。怖っ。よし、来い。行くぞ。はい。お、来た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 。こういうやつ。あ、版画だったな、こういうやつ。が、なんていうんだっけ、これ。画版じゃなくて、なんかそんな感じなのかね。ポンポンよ。お、いいね、これいいよ。張りすぎてるな。あ、いいじゃん、いいじゃん。お、タイヤみたい。タイヤまさかのオートバックス登場であるタイヤオートバックスまさかのタイヤお、いいねいいねお、ぽい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 お、すごいすげえすげえちゃんとあれも出てる、ヒレもうんイエーイおーおなんかちょっと味があるねいいね面白いねよっしゃ面白これ米口がどんな感じ？そんな感じかな？ん？なんかこんな優しかったっけ？こんな優しそうな感じだったっけ？いや、にっこり。にっこり花が咲く。まったりまったりまったり。これはちなみに62センチですね。あ、ナイスサイズ。雑には一歩及ばず大物とかは雑が一番大きいそういうことはね、長物だしこれも長物だけどあれ見て、65いったね65この辺は成長するから時間を置けば置くほど天秤今回みんな絵凝ってるねおもりサルカンね、これ完璧だ、ね、完璧です嬉しいですね、これチャラリラリラリラチャラリラリラリラチャ、もうちょいでチャラリラいきますよ、ゼロゼロからチャララおー、結構あるおチャラリラリいけ、おー、40だ40すげえおー、ありがとうございますニアピンだやったおめでとうございます40センチ。チャリラリラ。チャリラ。40あったんだこれ。でかいね。ナイスサイズ。めっちゃ引いてから楽しかった。ちょっと見ていいですか、引いたの出来上がったやつ。ハモ。ハモ。最強。モヒカンのやつがなんか黒染めしてるみたい。生徒指導で怒られた。ちょっと怒られるかつ。ゆらこ。優しいっす。36ヒゲも生やしといた帯番組見てないめっちゃ伸びてないかあの長中とかじゃないでしょうか不正が行われてる丸見えっていう優勝だねお願いしますはい、はい、ゆっくりゆっくり待って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 うん、いいじゃん、できてるとおお、うまいあ、今できてきた一番綺麗じゃないどんどん上手くなっていきますね、俺たち進化し続けるな、私うんよし、いいんじゃないめっちゃ綺麗動かすよゆっくりねせーの早く優しくよし、早く早くおお、綺麗おお、すごいめっちゃ綺麗一番綺麗だ、これすごすごいいいね。ひげ変えとくか。腐れかけ。腐れかけって書いてくれてる。と分かりやすいところある。あ、負け？あ、なんかちょっと負けずの V9 っぽくてなんか似てる。完璧。よっしゃ。あ、ぽい。あ、いいや、パンマン持ち帰った。はい。これ336使えないんですかな。やば。あんな取ったら。やば、やらかした。やらかしたね。ちょっと小さくかけたかったね。もっと行きたい。もっとちっちゃくかけばよかった。もうヌメリア取ったぜ、ほら。お、早いっすね。オッケー、じゃあ塗るか、じゃあ。じゃあ、塗るか、じゃあ。ミンタマウスの皆さん、これ。ん？何？336のメモリアルフィッシュ。ハンマー、鍵でかくないか、お前。ハンマーの鍵、でかすぎだろ、これ。打っていくか、じゃあ打ってきますか。今日立派よ。立派だね。3363らしい。うん、何も釣らない日もあるからね。うん、そう考えたら
ちょっと聞こうかこれ、うん、いいですよ、ちょっと大きく見せそう。ダメっすよ、うん、しゃあ来た、いいじゃん、 OK、 いいですか、はい、お願いします、最後の魚拓いいですか、はい、あ、けど綺麗ね、綺麗綺麗、なんかめっちゃ滲んだよ。うん、気のせいか、気のせいな、色、OK、 じゃあ開けるか、せーの、目ん玉で決まりますよね、魚、うん、うまい、カバーがうまい、しゃー、来た、できました、できました、ちゃんとナス型おもりまでしっかり描いて、あ、いいね、こんな感じですね、うん、あー、クソ、大変だったこれ、あ手がもう、このサイズになると手がね、しかに痛そう、開けてみるか、はい、さあ、我々は石垣行って、そこからフェリーで黒島行って、はい、すごい美味しい、どれだけのすごい魚を釣ったのか、この一枚だけのことで分かります、ドドン、俺が、俺たちのメンバーが、覚えてきた、せ込めて釣った魚が黒島で、あ、モリ生きてる、ちょうどモリモリ、どうどうモリさん、どうすか、あー、あの一応ハモはいい感じに垂れてるのかな、この4匹っすね、まあ、自分待って、金魚、あ、こっちに入ってた金魚入れてないよな、あ、1匹いない、どうだ、やったや、あれやってない、想像の草1匹いないっす、あれなんすよ、一人一人、うん、思い出の魚、思い出の魚とでっかい魚、うん、で俺が釣ったのがハモだったわけ、一番大きいの、で、バンバンが脱、うん、で、俺が溶かした、うん、で、あれは俺はさんの草、いろいろ餌にして、うん、残ったのがこれだけやった、まあ、これもこれでいい思い出ですね、銀天街とかに飾れば、あ、そうですね、どっかに飾れたら、そうですね、これね、いろんな島でやりたいですね、今回黒島だったんで、次回は与那国とか、北大東とか、波照間とかね、いろんな島ありますからね、そうですね、それシリーズ、シリーズしたいっすね、うん、で、今回本当にね、良かったっすね、ちょっと天候にも、雨もあり、台風にも恵まれ、そう、まともに恵まれたば、なんて言うんですか、じゃまともに昼釣りできなかったからね、できなかった、ずっと雨で、夜も雨降っててね、まあ、その中で、また次回ですね、はい、まあけど魚は、あの、まだまだ、あの、可能性ありそうだなという島だったんで、うん、いつかチャレンジしてですね、また、はい、はい、今回ですね、はい、巨大魚拓のシートを持ってったら、可愛い可愛い魚拓ができました、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。